久保さん。久保さん。久保さん久保さん聞いてないですね。久保さん消えるってことありえますか多分ないですね。まあ死んだ時ですね、消える時は。まあ僕もそうなんですけど。まあ僕も死んだ時消えると思いますけど。まあね、なんで僕が消えないのかっていうと、消えた人を反面教師にしてきたからですね。いろんな人を反面教師にできたからっていう。 うんだから何を見て何を学ぶかどう捉えるかじゃないですかねやっぱり僕はラッキーだったのがこの15年でもうありとあらゆる人を見てきたのでうんそれでうまくいっている人うまくいかなくなる人のこの違い違いをもたらす違いをねずっと見てきてるんでだから違いをもたらせますいってらっしゃい